プラットフォーム東口跡の階段岩屋駅は、兵庫県神戸市名田区岩屋北町4丁目にある、阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は、HS30。2011年3月15日より、兵庫県立美術館前の副駅名が付加されている。岩屋停留所。岩屋と書かれた駅名表だけがある。現地に移転間近の岩屋駅。左は、仮線。 阪神大水害で被害を受けた岩屋駅かつては、島式ホーム一面二線を有していたが、阪神、淡路大震災後、駅の南側に再開発地帯、ハット神戸が整備されたため、1999年から2001年にかけて、駅舎移転などの改良工事が実施された。改良後は、堀割り部分に方向別端式ホーム二面二線を有し、エレベーターと、 エスカレーターが設置されている。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。ホーム油校長は19メートル級の阪神、山陽電気鉄道車両6両編成に対応する120メートルで、あるが、21メートル級の近畿日本鉄道車両を6両編成には、対応していない。なお、固定策は3度アシャには対応しているが、4度アシャは、 完全に譲れているため、非対応である。ホームには、国土交通省の要請により2001年秋に、固定式の転落防止策が、試験的に設置されたが、2011年時点では、他の阪神の駅には設置されていない。ただし、大阪梅田駅では改修工事後に、ホームドアを設置することが決定している。現行の改札口は西側1カ所のみにあるが、 かつては東側にも存在した。現行の下り線ホームの大阪梅田より端部に、堀割部をまたぐ道路につながる古い階段が残っているのは、東口の名残である。地上線時代の停留所が東側にあったため、地下火事に改札口も東側に置かれ、そちらがメインだったが、戦時中に西口が神戸聖光への通勤者や国鉄灘駅への連絡に便利なため利用者が、 東口を上回った。戦後の風水害被害で東口を廃止し、階段だけが残ったという。この階段は、地上側が塞がれただけで長い間放置されていたが、阪神、淡路大震災後に大工バスが当駅発着となっていた期間には校舎専用として、再び使用されていた。1999年の改良工事開始以降は、柵が設置され、 階段に近づくことはできなくなった。駅西側の地下トンネルで入り口には、右書きで、和風通と、わざ補填の変額が掲げられている。実際には校内に、上記の乗り場番号表記はないが、公式サイトの校内図では、上りホームが1番線、下りホームが2番線とされている。岩屋駅配線略図梅田方面、三宮方面。 出店2007年度の1日の乗降客数は9804人である。これは西隣の春日野道駅より少ない。以前は駅南すぐに阪神タクシー乗り場があったが撤去されている。タクシーを利用する場合は駅北側のセブンイレブンの前に止まっているのを利用するか、駅北側すぐの道路から手を挙げて利用する。ありがとうございます。